ましておめでとうございます。ロスタイで今日来ておりますホースと申します。今回は同窓会議と社民党の合同の旗開きということで先に挨拶をさせていただきます。本日は、お寒い中大勢の方が参加されましてありがとうございました。また昨年は同窓会議の取り組みにご支援ご協力をいただきましてありがとうございました。また来賓の皆さんにおかれましては当初とも大変お忙しい中参加いただきましてまた日頃のご支援ご協力を感謝いたします。ありがとうございます。すぐ1年を振り返ってみますとやはり一つは共同財法が作られたということがあります。私ども市民の方と駅前に延べて3週間座り込みをしました。しかし結局戦争法と同じように国会では委員会論議をすみません。共謀罪については戦争と同じように国会では委員会論議を途中で飛ばして本会議で採決とすると非常に異例な形で強行的にこの法律が作られました。またご存知のように森友学園、加計学園の問題など本当に真実が隠されたまま行政が行われるということでこの安倍政権の非常に民主的じゃないというか非民主的な政治がやはり非常に目立った1年だったという形で思います。そして突然解散の衆議院選挙がありました。いろんな野党が分かれたいろんな問題がありましたけど結果的に3分の2の議席改憲を得る3分の2の議席を自公の与党が占めるということになり、今年この改憲が本当に具体的な話になったということがあります。また来年度の予算を見れば過去最大の5兆2億円ということで安倍政権になってから毎年この防衛費が増額になっています。このぐらいの進行を見ますとイージスシェアが引き当たり1000億円、最初は800億円という見積もりだったのがいつもよりか1000億円になっているという形で本当に防衛費が増えている。しかしその一方で生活保護費の引き下げが検討されたりしているという状況があります。株価が市場に上がってますけど大手企業とか軍事産業がと多く一部の人が非常に金儲けになりつつある一方で多くの人は非常に低賃金になっていると実質賃金も実質マイナスになっているそんな状況が昨年から作られていると思います。今年はそういう中で一つは憲法改悪の具体化が進められるようとしております。9条への自衛隊の明記とか総理大臣が緊急事態だといえば憲法が停止をするという緊急事態条項の規定などを含まれていることがあります。そして私たち働く者にとっては非常に大きな問題でありますけれど労働法制の改悪が進められるようとしています。働き方改革の推進という耳障りの良い言葉で、働かせ放題の法律を作ろうとしているわけです。労働弁護団の脱名弁護士が言っておりましたけどこの労働法制の大きな問題の一つは、時間外労働の上限規制とか裁量労働制の拡大高度プロフェッショナル制度、残業代ゼロ法それと同一労働同一賃金などが一つの法律として論議されようとしているということです。要するに一方では同一労働同一賃金といえばいい内容みたいに思いますよね。それとそのプロフェッショナル法律が一緒に法案として出てくるということで、法律をごまかした反対しづらいような形でこの法律が出されようとしていると言われております。私たちは本当に気をつけてこの戦いを進めなければいけないと思います。格差が広がって、働く者が裏払いされている状況もあります。悪性がまかり通っている中でこういう政治的課題をみんなが共有して戦うことが本当に大切になっているのではないかと思います。仲間のつながりが地域の労働者のつながりが支えている方
すいません。抱えている問題など、みんなで協力しながら助け合い、そして、こういう政治課題についてやっていくことが大事かと思います。宗教の取り組みではロース会としては毎年行っています、団結ボウリング大会、そして、学習会を予定しております。また、皆さん、ぜひ参加をしていただければと思います。今日のお手伝い、今週と交流を深めていただき、より団結を進めていただければと思います。ロース会の運動は皆様の力で前進できるようお願いをし、挨拶いたします。今年も一年よろしくお願いいたします。